皆さんこんにちは、 B レジェンド小林です。今回はボディービルダーの私が解説するダイエット時の NG フードについてお話をさせていただきます。いろんな方が SNS ですとか YouTube なんかでダイエットの NG フードとかね、逆にこれを食べれば痩せられますみたいなね、そんな食材とかレシピとか紹介したりしてますけど、私がね考えるダイエット時の NG フードについてね解説をしていきます。結論から言ってですね、そんなものはないです。食べただけで太る NG フードなんてものはないんですよ。視聴者の方を釣るようなねタイトルになってしまって申し訳ないんですけど、今回ね私が視聴者の皆さんにお伝えしたいのは、そういうね表面上だけ見ていろんなことを判断しないでほしい、もうちょっと本質のね大事なところを見て判断できるようになってほしいっていうことなんですよね。でそのダイエットとかボディメイクに関して表面上だけね取り繕って皆様にねよく見せるような、そういう情報が特にたくさん出回ってるのが、どういうものを食べたらいいのか、でどういうものを食べたらダメなのかっていう情報だと思ったので、今回はねそういうタイトルの付け方をさせていただきました。私がねいろんな動画でね申し上げてますけども、体重のコントロールっていうのは摂取カロリーと消費カロリーのバランスなんですよ。1日で食べる以上に消費すれば痩せます。で消費する以上に食べちゃったら太ります。これが一番大事なんですよね。他にもまあいろんな要素はありますよ。栄養素のバランスとか基礎代謝がどうだとか体調がどうだとか、そういういろんな要素はありますけども、一番ベースになる基礎になるのはこの摂取カロリーのバランスなんですよね。ダイエットを考えるときに一番最初に抑えておかないといけないのがこの摂取カロリーと消費カロリーのバランスなわけなんですね。なので乱暴な言い方をすれば、ジャンクフードを食べようがお菓子を食べようがそれ以上に消費すればダイエットできるんですよ。それと反対に、どれだけ健康にいい食べ物を食べたりとか、ダイエットにいいとされる食べ物を食べていても消費する以上に食べてしまったら痩せられないわけなんですよね。まあよくスーパーフードとか言ってね、チアシードとかね、カカオニブとかね、いろいろありますよね。あとはダイエットってなるとオートミールおすすめしてる方とかね、結構いっぱいいらっしゃいますけども、それらの食べ物にも全部カロリーはあるわけで、ダイエットにいいからといって摂取カロリーと消費カロリーのバランスを無視してですね、これはダイエットの時に食べていいやつだから、おすすめされたやつだからっていうことで食べ過ぎてしまうと減量はうまくいかないわけなんですよね。なのでそういったあんまり重要でない一部の情報だけを切り取って発信しているような、そういった投稿に惑わされないように、しっかりと一番大事なところを押さえた上でそういう情報を判断できるようになっていただきたいなというふうに思います。それがね本当に体作りについて情報収集をするにあたって大事なことになるので、動画をご覧になった皆さんはこれからね意識していただきたいなと。なので減量中にですね、どうしても甘いものを食べたくなっちゃったりとか、外食の機会があってちょっとカロリーの高いものを食べちゃうとかね、そういう機会も出てくるじゃないですか。そういう場面で罪悪感を感じる必要って全くないんですね。要はそうやって食べる機会があったら、その分別のところでしっかりと節制すればいいわけですよ。まあよくあるのは週末ね、夜に飲み会があってたくさん食べることになるとお酒も飲んで摂取カロリーが増えてしまうと。そういう場合であれば、例えば朝食と昼食をちょっと控えめにしておいて、その分ね安心して夜の会食の時に食べれるようにしておくというのでもいいですし、まあそういう調整をねしなくてもですね、食べ過ぎちゃったっていう次の日からまた元の減量のための食事に戻していけば、1週間のうち1日食べ過ぎたぐらいで大きくねリバウンドすることってないんですよ。食べちゃった翌日はね、水分で3キロとかね、2キロとか体重増えてしまうこともあったりします。私は減量中ですね、爆食いして1日で8キロ体重が増えたことがありましたけど、まあ、そこまで増える方は稀だと思いますけどね。それぐらいこう食べちゃった翌日っていうのはまだお腹の中に食べたものも残ってますし、カロリーの高いで塩分量も多いものを食べると、それだけね体が水分を貯めてむくんでしまって体重が増えてしまったりするので、そのね翌日一時的に増えた体重を持って、あリバウンドしちゃったとかね、太っちゃった、でそれでね気を落とす必要は全くないんですね。まあ、ダイエットにね挫折した方の話をよく聞いてみると、ストレスですとかなんかイベントごとがあって食べ過ぎちゃった時に体重が増えて、それがきっかけでモチベーションが落ちてしまってダイエットを諦めてしまった、そういうパターンをね結構聞いたりするんですね。
ですけども、その増えた体重っていうのはほとんど水分と胃の中に残っている内容物なので、そんなにねショックを受ける必要はないんですね。それよりも外食の機会を楽しんでいただいて、そこでストレスを発散していただいて、また次の日から気持ちを切り替えて元のね減量生活に戻っていただくっていうことはすごい大事になってくるので、食べただけで太ってしまう、減量が台無しになってしまう、そんな食べ物はないので、ちょっとぐらい食べ過ぎてもですね、そこでモチベーションを落とさずに、大事なことを見失わずにですね、頑張っていただきたいなと思います。ただ食べただけで太る食べ物はないとは言いましたけども、こういったジャンクフードやお菓子っていうのは当然質量の割にカロリーが高いわけですよね。なのでその分減量中にこういうジャンクフードやお菓子などの高カロリーの食べ物を食べてしまうと、食事の量自体がめちゃくちゃ少なくなってくるわけなんですよ。例えばジャンクフードだったら、まあ、ハンバーガー1個しか食べられないっていうところを、まあ、サラダと鶏胸肉と、まあ、白いご飯とだったらもっとがっつり食べられるっていうような感じになってくるので、ジャンクフードやお菓子を食べてもそれ以上に消費すればいいというのは本当なんですけども、だからといってそういった自分が食べたいものばかりで食事を組み立ててしまうと、食べられる量がめちゃくちゃ少なくなって、で結局それで食欲が出てきてしまって、食欲がコントロールできないで減量がうまくいかないっていうことになるので、何を食べても食べる以上に消費すれば痩せられるとはいえですね、なるべくジャンクフードやお菓子みたいな高カロリーなものは避けていく方向にちょっとずつですね、食事を改善していただくっていうのが、まあ長い目で見た時にダイエットを継続してですね、しっかりと理想的な体型を維持することにつながるので、たまにねジャンクフードなんかを食べることっていうのは全然怖がらなくていいんですけども、まあ1週間平均で8割ぐらいは健康的な食事、まあご飯とか脂身の少ないお肉とか卵とかお魚とかね、そういったものを中心に食事を組み立てていただいて、あとの2割ぐらいは好きなものを食べて楽しむぐらいのバランスでご自身の食生活を組み立てることができるようになると、減量した後の体の維持っていうのは楽になるので、まあそういったね一番大事なそのカロリーのバランスっていうのはしっかりと抑えていただいた上で、いろんなね食事を考えていただきたいなと思います。優先順位を間違えないようにっていうふうに言いましたよね。一番大事なことをしっかり抑えてくださいねと言いましたけども、まずはこのカロリー収支っていうのが一番大事です。摂取カロリーと消費カロリーのバランス。じゃあ次に何が大事なのっていうと、3大栄養素のバランスですね。タンパク質は体重 ×2g 取りましょうとかね、その辺の3大栄養素のバランスが次にきます。カロリー収支のバランスが取れるようになったら、じゃあ次は3大栄養素のバランス見ていきましょうねと。でその次に来るのが、まあ、水分と食物繊維だったりします。食物繊維もしっかりとっておいた方が、まあ、体調がね悪くならずに減量進められるので、食物繊維をちゃんと取りましょう。そして水分もしっかりとっておいた方が、まあ、人間の体にはね水って必須のものなので、体調をしっかり整えつつですね減量するのに重要になってきます。でその次に来るのが食事のタイミングとか回数ですね。よくですねダイエットの時は食事を小分けにして何回もね食べた方が痩せやすいとかですね、夜の何時以降は食べない方がいいとかね、そういうことを言ったりする人がいますけども、実はそういった食事のタイミングとか回数っていうのはそんなに重要じゃないです。摂取カロリーのバランス、三大栄養素のバランス、食物繊維と水、4番目に来るものなので、そんなに実はね重要じゃないです。私の別の動画でも夜に食べたら太るのかとか、朝食食べたら痩せるのかとか、いろんな動画出してきましたけども、それらのね動画ご覧になっていただいて、本当に違うのかっていうところをねしっかり覚えていただきたいなと思うんですけども、実はそういったね食事のタイミングとか回数っていうのはそれほど重要じゃないんですね。で最後に来るのがサプリメントなんですよ。なのでサプリメントって本当にですねボディメイクにおいて最後のね一かけらでしかないわけなんですよね。サプリメントを飲んだだけで劇的に成果が出るっていうことはないです。いくらお金をかけていいサプリを取ったところで、その下にある摂取カロリーのバランスとか三大栄養素のバランスっていうのがめちゃくちゃだったら全く効果は出ないので、そういったね大事なものの優先順位っていうのをしっかりと把握して、しっかりとこの食事の優先順位っていうのをご自身の中でしっかりと持っておいてですね、その上でこういうサプリがいいよとか、こういう食材がいいよとか、こういう料理おすすめだよっていうようなね情報を見てですね、使えそうなところは取り入れていただく、で自分の中であんまり重要じゃないだろうなと思うところは聞き流していただくっていうような形でね、賢くですね情報を取捨選択していただきたいなと思います。ということで今回はダイエットの
NG フードというタイトルでお話をさせていただきました。一番ね、大事なことは摂取カロリーと消費カロリーのバランスなので、食べただけで太ってしまう、そんなね NG フードがありませんよと、まあ、なのでたまにね外食とか、まあ、あとはストレスに負けてね食べてしまったり、カロリーの高いものを食べてしまっても気にしないで大丈夫ですよと、またね次の日から気持ちを入れ替えて頑張っていきましょうというお話をさせていただきました。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ビーレジェンドでは公式 LINE で毎日お得な情報を配信しております。概要欄のリンクをタップしていただいて登録よろしくお願いします。その他にもですね、ビーレジェンド毎月お得なキャンペーンや新商品出しておりますので、そちらも概要欄からチェックしてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。